どうもこんにちは、吉本プラモデル部ポークスズキです。ということでですね、もうすぐクリスマスということでですね、ご家庭でクリスマスパーティーされる方増えるんじゃないかなと思います。まあそういう時にですね、よく使われるのがこういうクリスマスグッズですね。こういうのを使って部屋を飾り付けされると思うんですが、まあ今日はですね、あるプラモデルを使って、こういうグッズとかの飾り付けをプチ可愛くしていこうじゃないかということで、今回ご紹介するプラモデルがこちらですね。HG のプチッカイでございます。これはですね、まあ女性の方であったりお子さんとかが初めて作るプラモデルなんかでね、よく作られる、可愛らしい、プラモデルなんですが、今日はこのプチッカイを作って、その作ったプラモデルを使って、こういう飾り付けをプチ可愛くしていこうかなと思います。それではまずはプチッカイを作っていきます。さあ、ということで完成しました。ちょっとゲート跡は残ってますが、見てください、可愛らしいですよね。さあ今からこれをクリスマスの飾りの中に入れていきたいと思います。はい、ということで見てください、どうですか。すごく可愛らしいんじゃないですか。こういう風にね、プチッカイが1体、まあ、いることで、まあ、もっとたくさん、ね、買っていろんなところに置いてるだけでね、すごく可愛らしくなるんじゃないでしょうか。ちょっと雰囲気が足りないので、雰囲気をね、ちょっと足していきたいと思います。ちょっとね、雰囲気をね、ふんだんに使っていきましょう。ね、はい、さっきよりはね、雰囲気出たんじゃないでしょうか。もうね、ほぼほぼ綿の力ですけども。まあ、こんな感じでですね、クリスマスの飾り付けの時に、こういう風にプチッカイ使ってみるのはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。高評価ボタンもお願いします。ありがとうございました。